はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。3時をちょいと回りました。6月は20日の木曜日でございますね。今日はやっぱり日が陰ったまんまですね。このね、一瞬日が照ってましたけどもですね、でいきましょうか。日経平均はプラス62で引けたんですね。今日木曜日、明日はまだ1日あります。今月は来週でおしまいですね。はい。ドル円 158.078、 これ変わってないんですけども、私の見てる画面が変わっていないだけで本当は変わっていたりもするんですよね。158.14 ですね。やっぱり変わってましたね。はい。香港は、まだ空いてます。109マイナス18321と、なんかね、最近元気ないんですよね、香港も東京もですね。原油先物 80.53 ですね。はい。ドルウォンでございますけども、1384.65 ですね。この辺でうにゃっとしてますね。まあ若干押され気味でしょうかね。はい。1390まで行くとですね、1400が見えてくるんでですね、ちょっと嫌な感じになりますね。まあもう外貨に不安がある国ですからね、行きたくないでしょうね。さて、そのですね、ウォンのですね、北側の国ですね、これは昨日の14時56分の共同通信の速報でして、たった2行です。2行読みますね。ロシアのプーチン大統領は19日、金正恩朝鮮労働党総書記との会談で、次の会談はモスクワで行うことを希望すると述べた。タス通信が伝えた。これね、外交というのは相互主義ってたびたび申し上げますけども、片方がですね、こう A をしたらもう片方も A をする。こっちが B をしたらこっちも B をする。これが相互主義なんですね。でですね、プーチンがですね、プーチンとジョンっていうのはですね、これはですね、なんと言いますかね、その、まあ、首脳同士なんですね。国のサイズとかは違えどもですね、片方が、プーチンが平壌に行ったら、その次は本来ならば、ジョンがモスクワに行くべきなんですよ。で、ただし、伏線がありましてですね、去年の9月かな、10月に、プーチンが極東エリアまで出かけていってですね、そこにジョンがですね、こう行ったわけですね。国境を越えてロシア側に入ったわけですね。まあだから最初にジョンがですね、プーチンを訪ねたという、まあ、形になってるんですけども、それは距離的に言えばですね、移動距離がプーチンの方がだいぶ長いわけですね。ロシア国内とはいえですね。で、そこでですね、ジョンはですね、プーチンに平壌に来てくれと言ったわけですね。で、そのですね、希望は果たされたわけです。で、今度順番から言えば、今度はジョンがモスクワに行く番なんですね。そうでないとプーチンのメンツは保たれないんですよ。だってまあ順番から言うとそうでしょ。でプーチンは平壌に行ってですね、ジョンのメンツを立てたわけですよ。顔を立てたわけですよ。で次はジョンがモスクワに来る番でしょ。でそれがまあいつになるか分かりませんが、まあ、大体早くてですね、年内なわけですね。遅いと来年というものなんです。で、これ2年も3年も放っておくとですね、ちょっとですね、換気が悪くなっている証拠というふうに見なされなくもないわけですね。ただし問題があります。問題があります。ジョンというのはですね、飛行機が大嫌い。まあ、おやすさん あのジョンイルも飛行機は大嫌いでしたけどもですね、ジョンも飛行機は大嫌いです。今までですね、飛行機で移動したのを私が知ってるのは2018年にですね、シンガポールでトランプと会談しようという時にですね、ジョンはですね、仕方なく、シンガポールはまあ無理すれば鉄道で行けなくもないですけども、かなりこう難しいわけでして、で仕方なくですね、多分鉄道で行ったら10日以上かかるんちゃうかなと思うんですけど、仕方なくですね、飛行機で行きました。
ただしですね、北朝鮮には航空会社、民間の航空会社があるコリョ航空ってあるんですけども、そこの飛行機ではですね、シンガポールへ行くのはおぼつかないと。普段北京と平壌だけ往復しているですね、航空会社なんですね。その飛行機をですね、シンガポールまで飛ばすことはおぼつかないんで、どうしたかと言いますとですね、習近平に頭を下げてですね、飛行機を借りたんです。で、ジョンウン君はですね、中華人民共和国とこう派手派手しく書いてあるですね、飛行機に乗ってシンガポールに行きました。赤っちょあるっていうことですね。で、中国もわざわざその塗装を変えることはしませんでした。貸してろよ、俺これ使えって言って貸したわけですね。ちょっとそういう屈辱がありますね、ジョンウン君にとっては。で、その次ベトナムのハノイで会いましょうということになりました。で、その時はですね、なんとですね、6日ぐらいかけてですね、ハノイに行きました。行きは北京に寄って習近平さんに挨拶をしていきます。帰りはこそっと帰ります。まあ、こそっとでもないんですけど、挨拶なしで帰りました。で、モスクワ遠いでーと。行けなくはないでしょ？行けなくはないでしょ？多分ね、7日はかかります。ジョーンやったら7日かけてシベリア鉄道でとっとこ行くかもわかりませんね。それはわかりません。ただね、どうなるんでしょうかね。中国国内をですね、電車でとっとこ移動している分にはまだ安全かもわかりませんが、シベリア鉄道は長い間移動しているうちにはですね、もしかしてあいつプッチンしたろうなんていうやつがですね、出てきて、爆弾でも仕掛けられたらですね、やばいかもしれませんね。はい、そういうこう技術的な問題がありますね。どうなさるんでしょうか。普通から言うたらいかなきません。どうですかね、年内もしくは来年の前半ですね、にモスクワを訪問する必要があります。外交儀礼から言いますと。ただ豚がですね、外交儀礼というものを理解して守るかどうかは分かりません。なんせ豚は豚ですからね。外交儀礼をこう守る国というふうにはですね、こうイメージ的には合いませんね。はい。しかしですね、プーチンがね、大国の軍事大国のプーチンが平壌に24年ぶりに来てくれたわけですからですね、当然ブーはですね、お気に入りとです、次は私が参りますって行くべきなんですよ。見物ですね。すぐにはないと思いますよ。あって年内でですね、どうでしょうね、11月とかになると思います。で、そうでなければ来年の今頃までに行くということになるんではないでしょうね。それまでにですね、プーチンがまだロシアの大統領でいるかどうかというのはですね、若干の不安がありますけどね。どっかでプチンとされてですね、違う人がロシアの大統領でも、その時にはウクライナは終わっていたとかですね、そういったことになる可能性がゼロではないですね。はい、ということで、この共同通信47ニュースというサイトをですね、速報、次回はモスクワでとプーチン氏というタイトルのニュースでございます。一応たった2行ですけどもですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。